パッキンパッキンパイ、本日も秀次の言いたい放題のコーナーがやってまいりました。オフィス塚田プレゼンツ茨城放送局、お送りいたしますは口八丁手八丁おまけにハンサム借金1億ずっと1億バツ1コンプ、相変わらず神神神の秀次でございます。おはようございます。放送禁止芸人の秀次でお迎えね、放送禁止の私がこの放送禁止の人たちをねちょっと応援させていただきました。まあ、山本太郎さんはね、党首は、まあ、2議席、すごいことなんですよ。政党で2議席いたってのは、もう党首討論で山本さんは出れるんでね、まあ、それはいいんですけど、この人何が本物かって、大体どの政治家もですよ。政治家でいたいんですよ。お給料が欲しいんですよ。特権が。グリーン車乗り放題だし、毎月100万円使い放題、領収書なし、報告義務なし。しかも給料は120万を超える、それにボーナス680万ぐらい、そんな特権階級誰も欲しいでしょ、すがりたい。でもこの人違うの、この人何をしたかったか、国会にその身体障害者とか ASD の人を、その病気を知ってほしい、その一緒にね、触れ合わないとわからないですよ。僕だってわからないもん。だからやっぱりね、健常者とね、学校を開けるのも、やっぱりちょっとこれもう皆さん考えなきゃなんですよ。なんで健常者ばっかり優遇で健常者のペースなのかっていうこと。社会は全てで社会だから。だからやっぱり分けちゃダメよ。やっぱり一緒にしないと。一緒でやらないと。いや、これからも僕はこのね、山本さんにね、山本太郎さんに来た、もう、もうね、最低でも3議席。まあうまくいけば 5議席ぐらいいけると思ってました。このすごいブームですよ、東京では。だ、残念なのは地方を巻き込めなかった。これはもう全部俺の責任だから。地方はもう全部俺の責任、俺が巻き込めなかったから。そうなんだよな、東京は早いのよ、やっぱり。なぜですね、自民党を応援してる人より山本さんを応援してる人の方が経済的な話してる人が多かったらしいです、今回。で、大体ね、山本さんの反対派は、この人は朝鮮人だ、朝鮮帰れとかわけわかんないこと言ってる、下品な方たちが多かったですね。まあ、嘘くせえ世の中ですね。上田晋也さんのさ、ニュース番組もね、突然こう、辞めさせられちゃうっていうね、番組が打ち切りになっちゃうとか、あんなことが世の中起こって、本当にこれが正義だと思うんですかね。嘘くせえ、理不尽、こたくたべっぱなしの人の世で。ちぎれた絆に折れるか見かけのガムをなすりつけた本当のことなど一つもなかったから、しおれくちくち果て鎖、明日も信じた、でかい雪の花君のこの栄光なのか、たとえ雨風打たれても咲かせてきたのに、しょっぱい世間の裏と表のど真ん中、花びらの白か黒かのどっちかだ、はいはい、でっかい雪の花、今こそ咲かせてやれ、でかい雪の花、今こそ咲かせてやれ、花びらの色は白か黒かのどっちかだ、花びらの色は白か黒かのどっちかだ。本当だよね、もう5分経っちゃうから。アディオス、アビーゴ、今日はこんなとこで。これからだから、始まったのは。こっから山本くん、喧嘩のスタートはこれからです。2議席確保、おめでとうございます。そしてこれから、茨城にはもう光月議員を通して、いろいろ言ってってもらうしかないです。もう中から帰ってってもらうしかない。これはうちの市長、つくばみらい市の市長に伝えて、市長から人、ね、話のわかる人なんで、市長からもいろいろ言ってもらえるように、まあ、私も、まあ、日々頑張って精進して、これがもう自分もね、どんどん
まあ社会的にも認められるような、まあチンピラが言っててもね、話になんか相手にされないんで、笑われて終わりです。選挙出ろなんか言って、選挙出るのに300万、政党作るのに6000万以上かかる、うん、もうやってられません。じゃあアディオス。